別府市で温泉の魅力を発信するシンポジウムが開かれました。別府温泉アカデミアは別府市などが毎年開いています。6回目の今年のテーマは市が進めているウェルネスツーリズムです。ウェルネスツーリズムの先進地であるフランスビシー市の副市長が温泉治療の事例を紹介したほか、地元の高校生が手をお湯につける手浴の効果について研究発表しました。温泉には痛みの改善やリラックス効果があり、そこで私たちは高齢者の方ほど温泉に入ってほしいと考えました。その他、パラアスリートを招いたパネルディスカッションなども行われました。